今日は何の日？今日は6月30日、はい、日曜日です。はい、ハーフタイムデーです。はい。この先一時停止があります。今日はハーフタイムデーですよ。ハーフタイムデー、見えてない。ハーフタイムデー。何時間ってこと？何すりゃいいのね。半分の時間で全て終わらせろってこと？ごめんなちゃん。残念ながら8号線は使わずに、はい、高速です。お隣の丸岡までお蕎麦を食べに行ってきます。そうそうそう、うちらの好きなね、小麦粉の入った蕎麦です。はい、10割蕎麦派じゃありません。ね、8割蕎麦派。そうそうそう、やっぱ私小麦粉大好きなんで体に合ってる。パン屋ですから。はい、はい、行ってきます。行ってきます。
ーター降りてすぐのお蕎麦屋さん、はい、結構いいお蕎麦屋さん、まあ福井では有名らしいですよ、はい、宮亭さんですね、はい、福井はごつい味が有名だよね、そうそうそう、はい、きつね、おろしそば、おろしそば、はい、はい、いただきます、おいしそう、すごい分厚い、あ、焼いてる焼いてる、どう、失礼いたします、味付けでお持ちします、はい、自分がバラだよ、すごい、本当だね、現代的や、素敵な素敵な振り袖がいっぱいある、だけど木綿もある、お服屋さんといえばどこでしょうか、はい、モタハンさん、はい、です、かわいこちゃんおる、なんでバレとったん、こんにちは、こんにちは、足、いきなったね、ねえ、足伸びた、さすが、あ、怪我、また遊んでる、遊んでる、遊んでる、今片付けてる、本当ね、今片付け、こんにちは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 、夏の装い店中、えーちゃん、やめろ、えーちゃんまた大きくなったね、大きくなった、ねえ、久しぶりですよね、二人で来る、元気、で、お父さんも持ってるこれ、あ、やめろよ、お父さん持ってるのこれ、あ、そうなん、子供たちいますか、子供たちで、長男と次男です、はい、あ、存じております、マキエさんが寝かしに行きました、あ、はい、存じております、後ほど出てくるかと思います、今日は夏の装い店ということで、扇子、ね、を中心にちょっと、すごっ、あのさ、刺繍なのよ、刺繍の猫柄、犬柄、面白い、刺繍だけどさ、あんまりゴトゴトしない刺繍でいいよ ね、結構ポイントで刺繍されてたりするの、ね、うん、布のね、扇子は長持ちする、うん、この木の部分も結構ね、こだわってるの、可愛い、鈴と鈴と猫、猫、それが好き、猫、この子も、どうして、これはだってこれがおすすめですか、モタハン色でしょどうしてこれ好きなの、もっとモタハン色があったんですけど、なんか売れてしまって、あれは入れ切れたってお客さんも持ってて、そうか、この珍しいのはワンちゃんの、そう、ワンちゃんの唐草ですね、唐草模様、ワンちゃんの唐草、ここにもワンちゃん、ここにもワンちゃん、ほんとだ、犬柄ってあんまね、そう、犬ね、犬種が多いから、ね、という理由であんまり作られないんですけど、やんわりとした柴犬かな、柴犬な、柴犬ですかね、日本うちちょっとシベリアンハスキーみたいな感じになってますね、本当はね、色が変わるとシベリアンハスキーになります小さなシベリアンハスキーすごい、豆柴、豆柴柴の感じが違う、こちらのおじやちじみですとか、あの麺屋さん、あの近江 のスラドキーさんですね、スラドキーさんの麺屋さん、あ、ちょっとやめるよ、なんだよ、結構柔らかい感じですね、これいいじゃん、うん、あんま脂肪もそ、これツートーンのぼかしでグラデーションがあって、一旦一旦、うん、あのかけで染めてるらしくて、引き染め、あ、引き染めなんですよ、だから、風合いを残すために、
あの正直言うと色止めもあんまりしてないので、あ水通しするとにすごい色が出るんですけど、あ、うん、ただまあそれで色が全部落ちるわけではないので、そこから先止まるの？あ、止まりますよ。あの一回水通しすればある程度落ちるんですよ、あの余分な染料というか。ね、恐竜変わってる。え？なるほど。恐竜変わってる。そう恐竜は旅に出ます。あんまり脂肪が強くないから、あんまり横伸びもしなさそうでいいよね。いや、生地は比較的強いんですよ。ね、欲しかったですかね。欲しかったの？これが何単か今新作で入ってきています。これは麺浅？それ麺浅です、柔らかめ、柔らかめ、すごいいい感じ。書いてないんだよね、パーカーセンとか書いてないんだよ。あれ？朝85の麺15なんだ。あ、じゃあ涼しい。そうなんや、いいね。いいね。かなり涼しい、なんか粋な感じですね。これもそうなんですけど、これもあとはまあ夏らしいこういう妖怪の柄の帯ですかね。シャ博多なんですね。博多のでも一重なんでシャではないんですよね。あ、本当だね。耳に数年数年いた。あ、ごめんなさい。これ将来そんなことをしたことを今回と。はい、井上健職さんの妖怪だ。あ、いいね。やっぱ涼しそう。かわいいじゃん。そう、これは2階所。これ網戸よりもちょっと目詰まってるね。詰まってます。で、これ井上さんなんですけど、井上さんの出方って言ったらあれですけど、そこでも同じ柄で作られてる。こんにちは、めっちゃ、まあ、ちょっと透け感を抑えられてるんですかね。めっちゃ小さいよ、うん。僕の声よりも大きいんですけど、大きいんですけど、魂。あ、そうそう、魂がない。はい、ないこんにちは。完全に遊ばれとるやもと。難しいんですよ、次男。次男難しい。長男には、次男難しい？え？長男には。長男はおとなしかったですけどね。次男難しいんです。ドラえもん助けて。いないです。オルンさんの帯だよ。あ、オルンさんはね、おかげさまでとても人気ですね。だよね。白っぽいスノーグレーのタイプが今ないかな。こんにちは。あと、こんにちは。お久しぶりです。赤い珍しい。かわい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 い。あれ、おはしょりある今日。おはしょりあるんですよ。キヨミさんが来るとは思わず。作っちゃいました。どういうこと？おはしゃり作ったらダメなんや。お服屋さんらしく。お服屋さんらしくしちゃった。来ると言ってくれればね。そうそう、おはしゃりなしにです。うちもだってギリギリまでグダグダ言ってたしね。どうしようかな、どうしようかな。あ、先ほどまであの、チャットで言ってた奥さんの方が来られてました。そうなんや、違いあって、ね、もう、あ、ピンク石化がね、やっぱり人気ですね。石化と段々のシリーズですね。これは私持ってる色だ。そう、あ、このアイス、うん、アイスグレーと、アイスランドや、アイスランド。赤もすごいね。赤も珍しく、あとパウダーイエローっていう黄色があったんですよ。すごいこれ、うん、なんかアリスみたい。かわいい。ゴスロリ調のね、えゴシック調の感じです、ね、ロリータファッション、かわいい。きよまたハンさんの店に来るとほぼ半幅だよね。半端しかないですね。ね。で、下に柄足袋山ほどあるし、なんかほんと半幅閉めて柄足袋履きたいって人、ここ来たら大体そう。そうで、まあ、一つ残念なお知らせが一つあって、諏訪先生がその帯をちょっともうやめられるみたいです。あ、この子ですか？はい。スムギサガノさんの製造を近々も終了。そうですね。だそうです。どういうこと？お店閉じるの？いや、続けるんですけど、もともとがこの紬さんのもそうなんですけど、名古屋帯がメインの会社さんなので、あの作る手間がもうほぼ
名古屋便も半幅帯も変わらない、うん、変わらないというか、むしろ半幅帯の方が手間なんですけど、うん、柄抜けないもんね。そうで、ちょっとやっぱり、うん、なんですかね、高齢化も進んでいるので、うん、それでやめられるということです。そういうことです。残念、非常に残念なんですけど、最近そんな連絡がありました。じゃあ在庫限りみたいな感じになってくるんだろうね、本格的に。そうですね、うん、まあ、この柄の名古屋帯は残るみたいなんですけど、そう、名古屋を買って半分によってみたいな感じには。めんどくさい。で名古屋だとすごい高いんですよ、これね。じゃあこれいろいろ作ったらいいんじゃない？あ、手ぬぐいですよ。かわいい、すごい美味しそうなもんも。どこ持って？すっごい。いつかグラスワークスさんって言って、もうガラスの作品、お一人でされてるガラス作家さんなんですけど。福井の？いや違います、東京ですかね。あ、そうなんだ。へぇー。一回それこそごっきゅうきものでお世話になってから、うん、でもちょっとずつ取り扱いようになってて。はい、このちょっと雲の垂れるシリーズとかですね。うん、こういう垂れ下がり。ああ、本当だ、垂れ取る。チャームがついてるので、まあ、ただガラスなので一点一点特に違う。うん、風合いのもつ、呉服さんのよりももうよりまた違うって感じですかね。そうだね。呉服さんのはちゃんとなんかこう決まった絵を描いてる感じは。そうそう、まあ、微妙に違うんですけど、うん、まあ、でもそんなに大きくは違わないので、うんうん、でも全部恐竜でまとめてるって感じですね。小物も充実だね。あ、これ記載屋さんですが、そういうそういうの、こういうの、あ、これですね、これが。かわいい。流水に魚の柄の。これもまあ一点ずつ手作りで作られるので。ピサ屋さんの方がね、うん、いつかかんざし欲しいんだよね。ああ、そう、一回ね、そんな話もあったんですけどね。でも一回ね、見に行ったの。そしたらね、丈がちょっと短くて、はい、かんざしの長さが。で、あ、これじゃあ私の途中で止まっちゃうわって優子さんと喋っとって、はい、大阪やったかな、大阪のどっか百貨店かなんかで出とった時かな。ああ、阪急ですかね。うん、物だけで取って。あ、物だけですか。心屋さんに来てたわけじゃないですか。そうそうそう。でその話を優子さんが心屋さんにしたら、言ってくれたら作ってもらえるよって言って一点ずつ一応作ってくれるんですけど、うんうん、やっぱ結構忙しいし一人でやってるんでたくさんはやっぱ作れないですよね。すごい前もって言えば、ごっきゅうの時もそうですけど、その参加点分作ってくださるって感じなので、私もでも全然決められんのいいなと思っても、どれがいいかが全然決められんの。かわいいね。どれもこれもいいと思ってしまう。これがそうです。これは水穂さんのやつなんですけど、だいぶ減っちゃったんですけどね。これ違うんですよ。このなんかね、青い、この、そう、青銅というかね。青銅の色がすごい好きで、銀色と青銅の。はいはい、こっちは？これはパルナートっぽくさ、スーさんのやつなので、まあ、ちょっとずつ増えてるかな。これ、エトのやつが結構、うちでは人気だったんですね。かわいい系ですよ。昔は結構メルヘン系がたくさんあったんですけど、うん、今結構、あの、現実路線に。あ、そうなん？なってきてる感じありますね。タイとか。まあ、そうと結構リアル系というか。リアル。キモかわいい系に移行してるの？すごくこれ気持ちが悪い。蛇とか怒られますよ、お客さんに。まあ好きな人は好きだからね。そう、好きな人は好きなんですけど。私もダメや。爬虫類僕は好きなんですよね。私はもう。でもちょっと自分の好きは封印しようと思って。鼻緒でもダメやもん、クロコダイル系の鼻。来年蛇年ですから。まあ蛇もダメ。これめっちゃ可愛い。サルマルさんですね。すごく軽いね。そう、これ結構小物を変わったものを作ってらっしゃって、まあ、半襟もそうなんですけど。これは一体何でできてるんですか？これなんだろう。素材、真鍮ですね。真鍮なのこれ。これ真鍮作ってる、作る人？いや、違います。それは、その猿丸さんって女性の方なんですけど、その方が、こういうパーツを見つけてきたってことですか？見つけて合わせ、組み合わせて、オリジナルの羽織紐なんか、うん。私結構パーツ見るけど、こんなパーツ初めて見た。そうですね。こう、そうですね。すごいね。素敵じゃん。意外と羽織紐がね、減ってますね。
今見る限りサーモンしかない、うん、どうする？ないですね。ないですね。ない等しいや、うん、売るほどはない。難しいですね。難しいですね。難しいですね。それは二松絞りなんですけど、まあ、ここに書いてある通り、まあ、絞り芋手絞りで、まあ、染色も日本で。ああ、今時なのに珍しいな。そうなんですよね。機械絞りじゃないので、まあ、お値段的にもちょっとめっちゃ高いでしょ。するんですけど、マケさんとちょっと可愛いねっつって。でもいくらぐらいなの？大体16万5千ほどですね。単物で。買えないほどじゃないんだね。めちゃくちゃ高くはない。ねえ。ただ、これ大事よ。その有松で手絞りで国産で、モタハンさんとこで16万5千円、ね、だよ。みんな騙されないでね。すっごいふっかけられるところはふっかけられるからね。こういうやつ、これだと、5、6万だったり。これよく見るね。これ見ますよね。これまあ機械絞りなんですよ。基本的には。これ手で絞れないんで、ほとんど。ただまあ、柄が正確に出るし、細かくなるっていうところなんですよね。例えばこっちもそうなんですけど。どういうこと？機械絞りってどういうこと？機械で絞るんですよ。絞りを。これ一個一個、これ、鹿の子なんですけど、これ手で絞ってたら、こんな値段ではできないので。ああ、わかるわかる。はい、1万ちみちみだよね、これ。うん、機械で絞りってできるんだ。できます、できます。いや、7万6千でもこれ、辛いわ。あ、でも確かに手絞りのやつと違うね、うんうん、目が綺麗、まあ、そうそう、まあだからどっちかというと今手絞りでやるとわりかし大柄が多いというか、うん、ね、いやこれだってできないよこんなの。これ竜の柄ですけど、まあ、これはできないですね基本的に。でも昔は手でやってたわけじゃないですか。昔はでもこれを今出てったら何十万円レベルになってしまうんで。私これとこれの間ぐらいやね、持っとるのは絞り。ああ、細かさですか。うん、あります。多分手絞りの時代のやと思う。どうやってやるんだろう。すごい興味がある。その機械でどう絞りっていう。正直言うと見たことないんですよ。機械でこう縛っていくんでしょ？縛ってないよね。いや、機械で、針で通して、くるくるくるって巻いていって巻くの？やっぱで止めた後に染色するんですけど、柄を起こして、でそれを海外でやってるらしいんですけど、へえ、ごめんなさい、そこまでそこの機械絞りに関しては詳しくないので、有松絞りの会館には行ったことあるんですけど、それは全部手絞りのやつしか見たことないんで。知ってくださいよ。申し訳ない。うちあんまり絞りは最近ちょっとずつ増えてきたぐらいで、今まであんまりなかったんですよね。藤井さんもあったじゃん。ああ、そうですね。ありがとう。藤井絞りはあるんですけど、板締め絞りですね、基本的に多いのはね。だよね。手ってやってじゃないよね。なるほどね。多い。板締めっていうのはこれね。はい、板締め絞り。これはもう、縫い締め絞りとかいろいろ絞り方はあるんですけど、縫ってやってなの？あ、こう縫ってやって縫って板締め、はい、して絞ってこれで畳んでんだよね。この生地で、手が和紙をかませてる間に、うん、作ってます。これ毘沙門亀甲という柄なんですけど、ここにほら、てん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 、これ完全に折っただけのね、三角によく鉢巻き折ったやん、こちらの下あれだね。楽しいよね、折るの。これは板締めやね。ただ、これも手ではできないんで、まあ、こういう和紙をかませて、ミシンでダーッと塗って、こうやってロール状にしたものを、楽しい、うん。染料に漬け込んで染めるっていう。でも、すごい手間がかかるんで。楽しい。うん、これ和紙ですね、全部。楽しいね、これ。これちょっといいなと思って、回ったんですけど。ね、こんなん楽しいやん。手間かかるかもしれんけど、やっとると楽しくないとせんと思うよ。そうですね、うん。ちょっとどうなるかなってところを、うん、まあ、本当は頭の中で想像して作るって。楽しそうだね。そこの前、藤井さんとも喋ってたんですけど、そうや。こういうのをなんか全部頭の中でできる職人さんが、まあ、それ今減ってるっていうか、いないみたいで。それは規則正しく教えられたことを覚えている世代だからと思う。なるほど。頭の中で妄想して暴走している人たちがあんまり減ってるってことなの。だからまあこうやって絞ればこういう柄が出るっていうのを
分かる方はもう80代とかになっちゃって、うん、なかなかちょっとできる絞りっていうのが減ってきてるとは言ってましたね、うん、自由なんだね、自分たちである程度こう縛り、あの、うん、基本があってそこから応用していくっていうのは自由なんだね、うん、こういうふうにやってみたい、ああいうふうにやってみようって言って頭の中で組み立ててやってみるみたいな。そうですね、新しい柄ができるみたいな。僕らからするとこんな柄できる、あんな柄できますかって振って、うん、できるやつはまあこういうふうに猫鈴の麺屋さんにしたりとかして作ってはいるんですけどね。あ、踏んでる踏んでる、うん、なるほどね。絞りも奥が深いですね。いろんな技法があるんです、ね。型染めだ。これコンニさんですかね。コンニさんの。コンニさんの私も、うん、私持ってるのと同じシリーズかな。あ、それも型染めでした。型染めで綿朝だった。あ、じゃあそのシリーズじゃないですかね。綿朝、うん、これ生地は綿朝勾配なんですけど。うん、勾配。あ、じゃあ同じシリーズだと思いますよ。コンニさんの。もう一旦ぐらい。すごい涼しいよ。すごい涼しい。うん。こんな匂いだった最初来た時。どんな匂いですか。ああ、こんな匂い。ああ、匂い。そうそうそう。取れない、気になる、臭いっていう。まあ、だんだん。取れてくるんやけどね。ね、ほら新品じゃない時代からのスタートの人だから新品の匂いって知らなくってくしゃいみたい。わりかし僕染料の匂い好きなんですけど、ここは独特ですね。これコンニさんの匂い嗅きたい人。ぜひお越しください。それこそしおりさんの匂いもあるありますから。そうそうそう。いろんなだから水通した後特にあの干してる部屋の匂いとか。香るね。染料の匂い、うん、これもコンニさん、これもあの私あ香るなと思ってた。あ、コンニさんの香りがします。コンニの匂いの匂い、これは可愛いじゃん。これ板締め絞りですね。これも板締めですね、うん、全然ね、型染めでもね色落ちせんのよね、うん、ここの可愛いよ。すっごい涼しくて、そうだから私これを買って、ああ朝100いらんなと思った。そうですね。まあ朝100だと、朝100だと苦手じゃん、私は。寒いね。ああ、寒い。ピクピクするんじゃなくて寒い。寒いね。寒いんだ。必要じゃなかったよ。だってこれってさ、麺75で朝25やからさ、はい、割に麺多い。麺多め、多めです。だから強いんだよね。そんなにね、なんか朝感は強くないですよね、うん、そうそうそう、うん、生地もすごい強いし、かつ勾配なので、そう、まあ、肌勾配が、うん、涼しい勾配なんでね、ちょっと夏物っぽいと思う人もいるんですけど、うん、でもまあ涼しいし、そこら辺はちょっと、いやでも夏じゃないと寒くて着れんけど私じゃあ、冷え性の人、冷え性、お腹が代謝はあります、代謝は、代謝は、お箸につけてもお腹、ここに、ま、ここにあの帰ろう。なるほど。おはしょりで回路を隠してますみたいな。あとはあれですね、やっぱ浴衣ですね。マルキュー商店さんの方がちょっと個性的な。マルキューさんを取り扱っている店が少なくない、こっちには。こっちにはあんまりないかもしれないですね。僕らは最初極級、あ、そうですそうです。それもスラドキです。なんで無言になるんですか。今しゃべったんだ。説明してほしいなと思ったんだけど、これがもうあまりにチョコミントで可愛い。そうですね。色が可愛いですよ。そう、色可愛い、チョコミント可愛い。マルキューさんのやつも可愛いですよ。マルキューさんの欲しいなといつも思うんだよね。そう、なんか色出しがすごい可愛いですね、うん。シックなんだけどっていう可愛さがある。すごい気張りそうじゃん。マケさんに似合いそうみたいな。本当よね。何です。だろ。だろ。いける口だぜ。生地どう？いろんな生地は、いろんな生地あります。基本はもう全部綿100なんですけど、生地感がちょっとずつ違う。え、これ綿？これ綿です。柔らかい。こっちのグレーのコツコツの方がちょっと硬かった。これ？あ、ザラザラカチカチ。これちょっと勾配入ってる。本当や、勾配や。硬い勾配やね。ちょっとプレス取ったら柔らかくなるんかな。あ、割かし最初糊効いてるというか。ね、これ糊効いてるね。これもやっぱりちょっと生地感は少し。あ、これ乱勾配や。うん。乱勾配めっちゃ涼しいよ。これも綿100だったと思うんですけどね。マルキューさん、
いつも僕の夏の時期はマルキューさんばっかり。マルキューさんは綿100なんですけど、涼しい。肌当たりがすごく良くて好きなんですよね。乱高梅、涼しい。だから木綿の着物とはまたねちょっと違う生地感で気持ちいいんですけど、この辺もまあメンズですけど、まあ女性が着てもいきなりかな。これ着たら可愛いね、女の人。いや可愛いですよね。めっちゃ可愛いと思う。なんか10年前と僕も心境の変化があって、こういうの可愛いなって思います。可愛い。なんで一生懸命ロって書いてあるんだろう。もうそこっすかね。これね、歌舞伎役者さんの。そうなんや。推しの、忘れちゃった。推しの誰かのあれなのかな。そう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 。マルキューさんはなんとなく高いイメージがあったからね。めちゃくちゃ高くはないね。これで29,000円ぐらいとか。まあ、今ねすごい生地が上がってきてるので、うん、値段はね、まあ、多分 2,3 年前よりかなり上がってしまってはいるんですけど、それでもね、今こそ元気パーってしたら今言う、それ今言う、今セットすることできる、それできるかな。これすごい気になる。せっかく撮ってくれてる人。なるほどね。日本橋すっごい可愛いんですよ、横断で、ね、かわいい横路、かわいい。チワなんやけど、ちょっと違うのにも見えるね。お月様っぽくも見える。あ、色のせいかしら。ね、かわいい。夏いいね、かわいい。楽しいよね、見てて。かわゆきよ。麺です。大体麺ですね。これは広幅だね。かわいいよ、これも。色がいいね、うん、結構メンズ向けでもあるんですか ね、 色味的に、色味的に幅もね、可愛、ね、いけどね、これ女の人が着ても、ね、涼しいよ、涼しいよ、うん、チャリッとしてね、多分洗ったらふわーってなる。いい感じですよ。いい感じですよ、麺ですよ、抽選ですね。タマさん電気つく。不法さをしておりますが、そんな中一押しの次男登場です。次男の扱いに結構いって。そうなんです。ダメだ俺って言ってた。なんでだろうね。ダメだ俺、ね、なんでだろうね。じゃあ眠たいんだよね。眠たくない。ああそうだね、眠たくもないよね。こんにちは。新江戸染め。これちょっと素敵と思って。これただの綿ですけどね。あの、コーマではないですよ。こういうのかっこいいよね。かっこいいね、こ着物としても着たら素敵やと思う。こういうのやったら秋着てもね、ちょっと薄手の綿の着物みたいな感覚で着たら楽しいじゃん。やっぱ着物いいね。反物夢あるよね。夢ない。だってまだここ男になるか女の仕立てになるかも決まってない子たちなのよ。これは綿85、麻15。綿麻紅梅。あ、ザ浴衣。かわいいね。こういうの。白地浴衣。ねえ。涼しげで。こういうの割り切って着れる。人になりたい。割り切って。なんかもったいないかなとか思っちゃうじゃん。浴衣の時期しか絶対着れないってなるとさ、もったいないかなって思っちゃうんだよね。でもこれ素敵ね。でさ、これ紫陽花だからさ、じゃあ8月だとやもったりとかいろんなこと思うぐらいね。
そんなことないですよ。作った側からしたらいつでも来てくださいってことなんですよ。好きな時期にアジサイを感じてくださいってことなんですよ。アジサイ不足を感じたらもう来てくださいって。これがすごい気になる。すごい可愛い肩と目。わお。わお。なんかその色好きすぎて、そういうのばっかり集めてくれるんですね。これ50/50です。あ、トリエさんの。トリエさんの50/50。ちょっと変わった。触り心地が。何この変わり折り？うん。だよね。縦に太い糸が走ってて、ちょっと変わり折り。何本かこう、ね、太い糸が来て。太いの細細、太いの細細っていう字。字紋がちょっとストライプになってる。かわいいよ、これまた。うわぁ、これはなんかほんと。うわぁ、私じゃねえわ、これ。確かにイメージないかもしれない。これは私じゃないね。すごい可愛いけどね。残念ながら私にはトリエさんは着こなせないようです。申し訳ないです。トリエさん。あ、トリエさん。猫なら。あ、どういう方？トリエさんはね、着こなせなかった。これはかっこいいけどね。チョコミント。あ、チョコミント。チョコミント。これ、うん、お、それが猫、あ、猫だ、トリエさん、これもトリエさんなんですよ、ね、お、同じ生地、猫が住んでて、違う、ちょっと生地は違うはずです、ちょっと違うね、はい、これは綿100ですね、これ綿100の、まあ、浴衣ですね、基本的には、あ、でも透け感がある、うん、ほら見えるかな、透け感、これもなんかでもね、縦に太いのと細いのとになってるから、ベタッと体には張り付かない感じで、おっと、これもまた私じゃない感じがします、ね。新しい自分に会えるという、ちょっと物になります。恥ずかしいですか？恥ずかしいことあるんですか？あるんですよ。私にも、ちょっと恥ずかしいはあるんですよ。トリエさんはちょっとトリエさんとルミロックさんちょっと私あ、そっか、じゃあこの妖怪は無理です、恥ずかしいです、ね、恥ずかしいです、恥ずかしいかも、ちょっと恥ずかしいですね、あまりにも洋服に寄せてる着物は私はちょっと恥ずかしいかな、あ、そこは全然いけます、何色でも濃いです、着こなす自信しかないです、可愛いですね、これもあ、いいね、そうそう、おじや、吉新さんですね、おじやの、はい、おじやの麺屋さんになりますね、おじやの麺屋、うん、え、麺朝パーセントは、パーセントが、30、朝が30の麺なのですかね、柔らかめだよ、柔らかめでちょっと肌当たりがいい麺屋さんになります、うん、ちょっとごっついね。ああ、しっかりしてるかもしれない、ね、うん。これと同じシリーズが何単買ったんですけど。スキッペ鈴島と似たようなごつさを感じますね。ああ、なるほど。はい。しっかりしてますよ、でもね。うん、なんか、おじやのイメージからすると。ね、うん。長島何でもいけそうな。そうそう、これと、透け感がちょっとパステル系の、こういう感じですね。色合いが結構好きなんですよ ね。なんか名前が結構、ニゴエモンっていう。どうしたらいいの？なんかね、うん。うん、伝統を感じる。ですけど、可愛い色合いっていうところです。うん、ギャップが。誰の名前だろうみたいなね、ニゴエモンさん。ちょっと詳しく聞けなかったんですよね。誰ですかって。で、誰ですか、ね、確かね、もともとの織本さんの屋号だったと思うんですけど。なるほど、屋号です、ね。うん、結構ね、引き継いで追ってらっしゃるみたいで、ちゃんとキッペ鈴島を言ってあげなきゃ、あ、キッペ鈴島ですか、はい、ありますよ、何単かあるのと、キッペ鈴島ありますよ、はい、え、清美さんってキッペ鈴島着てるんでしたっけ、着てる、とんでもなく黄色いやつ、とんでもない色ありますよね、うん、もう真っ黄黄やって、横から見るとね、そう、大丈夫この色って思ったんやけど、当てたらこんな黄色、これじゃないですよね、
あ、それ、それよりもっと黄色い。あ、もっと黄色い。これちょっと縦が黒入ってるかな。もう黄色だよね、私のね、うん。もう縦横黄色みたいな。あ、白黄色なんじゃない。白黄色かな。グレーだから少し落ち着きがあるのか。全然落ち着いてない、私の。暗い。ダブルオーサンイエロー。そう、土砂降りの雨で傘さしててもタクシーって言って止まってくれた。京都で、マジで。暗闇で。暗い、もう本当あの、大雨で、梅雨時で、ひどかった時で。この時期ですね。そう。で、他の人と一緒に行っとったんやけど、ああ、タクシーで京都駅まで戻んないと歩けないや、とか思って。シーってやったらすぐ止まる。だってもう乗ってもらえなかったんで。それに比べたらもうこれ落ち着いてるもん。これ落ち着いた黄色欲しい方。落ち着いて。黄色すぎるのはちょっとという方には。でもこれ同じ黄色だよね多分ね。うん。多分一緒だと。横ね。横はすごい。うん。縦が多分白か、はい、あの蛍光黄色かわかんないけど、うん。ちょっと落ち着いた色がいいタイガースファンの方かもしれません。だから推しコンサート行く方はキッペで選びやすい、ね、あのなんか推し色がシンプルなんで何でもここら辺とかグレーとかは着やすいですよね。そうそうそう、キッペ地味だなと思う。色だけ派手やけど、あ、結局は無地に見えるし地味だなと思う。そうですね、でまあこれロックしてありますし ね、あ、幅広いんでカットして、そうそう、これなんか両サイドロックされてるのと耳のと、ね、両サイドって両サイドじゃないのか、うん、今年浴衣売れてる？浴衣まだですね、あんまりぼちぼちって感じですね。そっか、うん、なんかやっぱプリタの方も多いですし、うんうん、仕立てはそこそこっていう感じですね。そっか、うん、浴衣っていうかメイン朝ですかね。ああ。だね。メイン朝の方の方が多いですね。メイン朝必需品になってきたね、もうね。そうですね。で、かつ、なんでしょうね。業界で言うとそんなにバリエーションがないんで、うん、ちょっと限られてきちゃってるなって感じ、うん、まああるんですけど、ね、キッペメイン朝とか、うん、そうそう。まあ、うちはまあ置いてないですけど、近江の、しんのすけさんとかですね。あ、うん、あ、このね、まあ、スラドキーさんとかもね、皆さんなので、うんうん、これいいよね、このシリーズ、うんうん、まず素敵なんですよ、すごく素敵、うん、色出しのグラデーションが綺麗なので、これがお気に入りですか。これがお気に入り、はい、ありがとうございます。これでもあれだよね、グラデーション端っこだよね、だいぶな。これでだから着物気分を今度作られると思います。マジでやるな。意識当てはつけようさ。あ、つける、つけます。これでもさ、これ襟をどっち持ってくるかみたいな。ああ、そうそう。いやでも明るい方を襟、アクセントカラーを襟持ってくる人多いかもしれないですね。もともとスラドキーさんのインスタなんかもなんですけど、わりかし明るめの色合わせで、やっぱ落ち着かせたい方はこっち持ってきますけどね。こっち始めてきますけど、こっちの方が本来が かなり濃い茶色で珍しいよね、夏にしたら。こっちの方が、まあ、普段は着やすいかもしれないですね。明るいブルー、ミントブルーを持ってくるとちょっと夏というか、すごい清涼感出るんで。うん、でもこうなるとさ、半襟が逆に難しくなるじゃん。うん、ひよみさんの場合特にそうかもしれないですね。ねえ、こっちの方が、うん、多分半襟が浮き立つ感じだ、ね、そう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 、うん、これをなんか浴衣として着るっていうか、福井だとどっちかっていうと浴衣として選ばれる方が多くて、スラドキさん、へえ、うん、夏着物という。ああ、じゃあ1枚だからこっちの方がいいわけ、うん、っていう合わせ方。なるほどね。でもこれよく見たら3色になってるね。結構グラデーションになってるんで。グラデーションがこうやって見るとわかる？ほら、3色になってる。わかる？はい。ね。これ私のせいとかでさ、着たらこんぐらいになっちゃうね。あ、秋です。あ、ね、こっち側はこんぐらいしか出なくなっちゃうね。多分。いや、でも、残そうと思えば全然残ると思いますけどね。こんだけ入る。あ、反物の幅が、うん、
カットしてます。いつもカットしてます。もう最近はもっぱらカットですよ。カットですよね。ごたつきますしね。もう打ち上げも前打ち上げなしだ。後ろは、まあ、軽くあった方が打ち上げね上がってこないかなと思った。完全にないやつも持ってるんだけど、うん、こう座った時に襟がやっぱ上がってきやすいかな若干っていう感じ。一般的なサイズだと全部入れ込んじゃうんでね、ごとごとになっちゃうんですけど。ごとごとよ。最初から指定しないと、普通はカットしてくれないですからね。そうそうそう。もうでも藤子坊さん長いからさ。まあそれは大丈夫。まあカットでって感じになりますけどね。カットするよ。みたいな。ちょっとさこれな、幅あるよ。カットするよ。はい、夏の装い展。ありがとうございました。ありがとうございました。ようこそ。はい、いつまで？今日までです。今回ちょっと変則的で、はい、普通は土日月なんですけど、はい、金土日でやってたんで。すみません、この動画は全く告知になりませんけれども、はい、もう終わりました。夏はずっとこんな感じで、こんな感じです、はい、あ、だから夏の装い展は今日で終わりですけど、うん、だけど8月31日までですよね。そうそうです、やってます。8月31日まで、まあ、暑い時期はずっと大体やってますから。ね、なんなら、ね、9月も来れますから、はい、あるんで、はい、ずっと行ってます。夏物見に来てね。はい、では皆様お願いします。チャンネル登録はこちらこちらよろしく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 